キャズライブジムにようこそ。はいどうも、美大好き YouTuber のカズです。今日はこちらライブジムバーロックマンさんでオフ会やっていきたいと思います。でもただのオフ会じゃないんですよ。今日はビーチ人生ゲームを決定戦っていうのを行いたいと思います。まあ、ざっくりですけど、どんなものかと言いますと、ビーズの人生ゲーム、皆さんで持ち寄ってもらってね、各テーブルで競い合っていただきます。で、各テーブルの1位の方だけでまたやってもらって、そこで優勝した人がビーズ人生ゲーム王です。そういったイベントを今日はね、やっていこうかと思います。この動画はその模様をお伝えしていくので、ぜひね、最後まで見ていただいて、まあ、第2回があるかどうかわからないですけど、その時があったらね、また参加していただけたらと思います。じゃあ、やっていきましょう。ケースよ。ケズの、ケズの人生ゲームを決定戦にやりますはい、ということで皆さんお集まりいただきありがとうございます。遠くから来ていただいている方もいますし、皆さん近い人もいると思うんですけど、今日は事前にお伝えした通り、人生ゲームを皆さん楽しんでいただいて、まあ、その中で誰が一番、まあ、人生ゲームが強いのか、うまいのかっていうところをね、ちょっと競っていって、最終的に、ね、人生ゲーム王というのを決定したいと思います。で、今回優勝した方にはこちらの、優勝プレート用意しましたので、こちら、申請します。あと、この柄が彫刻されたグラスも、僕が手彫りでやってきたんで、ここにね、名前決まったら書かせていただいて、まあ、なかなか電車で来たからね、これ持って帰るなかなか勇気なんですけど、はい、まあ、それはね、こうやって歩きながら帰ってもらえたらなと思います。じゃあ行きますよ、皆さん、せーの、やばいちょー、乾杯、乾杯、乾杯、よろしくお願いします。お願いします。それでは、人生ゲームスタート。もう一度キスしたかった。もう一度ルーレット回せる。めっちゃ無駄だよ。男性ファッション誌の放送に普段と違う店舗に素直に1万円払う。お借金だらけだ。何見せて。無条件になんかピーターは上昇した。なんでこんな前の前に盛り上がってる。そして輝くウルトラソン。はい、楽しそう。はい、じゃあ僕ハリウッドで、10出したら10万もらえるらしいんで、いきますよ。10万おお、すげえ、すごい、マジですげえ、やったー、すごい、あらすけーの大量の小町やや乱れてよせ、イエイイエイ、はい、全員ボーナス5000円。10、4は1000。まあ72万3000円でゆずさん、88万3000円、あいこさん、はい、次、60万4000円、ともやさん、そして71万2000円、のりたまさん、そして92万5000円、私、カズです。はい、何もしてませんからね、本当に何もしてません。
ルで決勝戦を行いまして、そこで1位だった人が、初代、ビーズ人生ゲーム王ということになりますので、じゃあ皆さんやりましょうか。おー頑張ります。負けた気しかしません。私が初代人生ゲーム王になります。頑張れ。よし、やっていきましょう。あの子は太陽の子待ち、エンジェルやよ乱れて妖精、イエイイエイイエイ。ということでみんな5000円です。よし、夏フェス初登場、3万円払う。ストップ、はい、よいしょー。セボン、セボン、1、2、3、4、5、あ、もう俺のとこに来るよ、なってんすよ。あっち行ったり、こっち行ったり。オッケー。ビーズカードを持っている人とじゃんけんして勝てばビーズカードを奪えるなんて、僕が今ね、ビーズカード持ってるんで勝負しましょうか。頭変ねー。わけわからんけど、よし、どうなる、最初はグー、最初はグー、じゃんけんぽい。あー持ってかれた。のりたまさん、ラスベガスチャレンジ、お題は好きな金額をベットし、ルーレットを回そう。10万で、1が出たらルーズ、負けね。2、3、4、5で2倍、6、7、8、9で5倍、10で10倍。おー、オッケー。ゼロ。パー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 ゼロ。あ、でも2。20万。よかった。おめでとう。はい、はい、じゃあ第2のラスベガスチャレンジ、いくらかけますか。はい、1万4000円。1万4000円ベッドで、はい、はい、お願いします。お願いします、はい、行きます。さあ、やるやるやる。さすが、見せ場作ってくれますね。さすが。10で10万だよ。またまたもらうの。ライブジムカード、よし、これにしようかな、これにする、いきます、せーの、ドン。株価が高騰、株を持っていれば1万あたり5万円。でかい、2枚あるんで、10万いただきます、ありがとうございます。一着ゴールね、おめでとうございます。ライブ開始時間を間違えた、連帯責任でルーレットを回して出た数かける1000を全員で払うってことなんで、お願いしますよ。お願いしますよ。お願いします。一、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 一。うわあ！あ、これ一でいいでしょ。一です。一です。ナイス一。じゃあ千円ずつ皆さんでね払いましょう。はい。はい。はい、じゃあね、今皆さんゴールしましたんで、今からちょっと皆さんね、お金を計算して順位発表していきたいと思います。さあ、誰が一番でしょうね。はい。決勝戦終わりました。順位の方を、ね、発表していきたいと思います。5位の方からご用意しますので出てきてください。第5位、24万ジャスト、トモヤさん。第4位、47万4千円、ゆずさん。第3位、51万8千円、あいこさん。あれ、カズさんも残ってるんですか。そうそうそう、あれ、そうなんですよ、私残ってるんですよ。やっぱり主催かつ、やっぱり持ってる男ということで。はい、では第2位発表したいと思います。第2位、52万6千円、カズ。おー、私第2位でした、惜しい。
惜しくないんだよ。でも第1位85万5千円ダントツでした。のりたまちゃん、初代ビーズ人生ゲームを輝きました。はい、それでは初代人生ゲーム王優勝おめでとうございます。おめでとう、おめでとう、おめでとう、おめでとう。あとこちらが優勝商品になります。じゃあ僕が手彫りの下、もう一度拍手。はい、ということで以上で今回のねビーズ人生ゲームを決定戦終了したいと思います。皆さん楽しかったですか？やまたやりたいか。ありがとうございます。じゃあ、最後はいつものあれで締めたいと思います。いきますよ、せーの、お疲れ。それでは、初代ビーズ人生ゲーム王の方にちょっとインタビューしたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。もう今回のイベントってこののりたまちゃんがね、みんな人生ゲームやりたいなみたいなところを言ってたんですよ。でそれを見て、あ、それやっぱイベントするべきだなと思って、一緒にやりませんかっていうことで始めたんですよ。で、優勝するという。すごいよ、さすが。どうですか、やってみた感じは。楽しかった、楽しかった、すごい、はい、ね。また第2回アップしたらやりたいですか？もちろん、はい、ぜひ。ということで、初代人生ゲームを皆さん、この方を倒しましょう。たまたま、たまたま。もう最後すごかったんよ。もう全然もうぶっちぎりだったもんね、決勝ね、うん、そう、圧倒的だった。荒稼ぎしてね、荒稼ぎ。さすがです。はい、ありがとうございました。せーの、オッケー。